皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。ヒロピーです。本日は平成31年の、4月28日日曜日、平成残りわずかですね、いよいよ年号変わりまして令和になりますけれども、あとちょっとですねカウントダウン的な感じ、新しい時代がまた向こうを迎えるっていうことですけども、まあ、その平成最後の元ブログに何か撮ろうかなと思ってですね、今ゴールデンウィーク始まったばっかりなんですけど、どこも行く予定がなかったんで、とりあえず今ですね埼玉ライコランド行って名物のたこ焼き食べて、これから和光二輪館に行こうかなと思って適当に走ってます。で、平成最後の元ブログ何にしようかなっていろいろ考えてたんですけど、よく考えたら再来月ですね、いよいよこの六田尾くんの車検を迎えます。車検を迎えるってことは2年経ったっていうことですね。あの自分のマイバイクの中で2年経ったのって、2年同じバイクに乗り続けられたのってこの六田尾くん初めてですね。一番最初のマイバイク、普通に免許取って、すぐでもなかったけども、CB400 スーパーフォア、これが一番最初でしたね。スペック2だったかな。懐かしい。やっぱ CB400 はね今も乗りたいです。すごく乗りたいバイクです。で、そのバイクに乗ってる最中に大型免許取りまして、大型二輪取りまして、でその後ですね、いよいよ私の憧れの仮面ライダーダブルに乗ってた、SC59 前期の CBR1000WR 千田僕、これに、乗り換えたんですけども、その CB400 スーパー4乗ってから半年ぐらいかな、立たないぐらいかなに乗り換えたんで、スーフォアはね、1年経ちませんでした。で、その後ですね、ちょっと悲惨ですけどね、千田僕、1年経つか経たないかぐらいに盗難に遭ってしまったんで、1年乗り切ったかな、乗り切ったな、1年1ヶ月ぐらいでした。に乗って、盗難された後に、乗り換えた、スズキ GSX-R750。もうねこれは本当に思い出すだけでもまた猛反省することになるんですけども、単独事故で起こしちゃってね廃車にしてしまいましたので、これも半年ぐらいだったかな、半年乗れたからいいかなっていうわけにはいかないので、本当にこれはもう反省です。でその後にですね、ちょっとだけその時の事故で怪我をして骨折したりして、で実機を置いて、また新たに迎えたのがこいつですね、CBR600WR、PC37 前期、おかげさまでですね、この六田尾くんのおかげでもっともっといろんなお友達とかフォロワーさんとかにも出会えて、でさらには、いろんな元ブロガーさんとも知り合えた、怖かすがいじゃないですけどね、
ろくだぼくんはかすがいですね新しいことわざ作っちゃったよまあこのろくだぼくんのおかげでまあ本当にいろいろな出会いがありました。でやっと2年を迎えてですね、あそうだ今更ながらなんですけども、今回の動画ノー編集ノーカットで一本撮り頑張ってます。トーク続くかどうかわかんないけどで、話戻してですね、まあ再来月車検を迎えるわけですけれども、まあいろんなところ走ったな。もしかしたら今まで乗ってたマイバイクの中で一番いろんなところ走ったかもしれない。一番はやっぱり初めて行った鈴鹿八代の、三重県までのツーリングですかね。ツーリングっていうのかなまあ八代を見にこの六田坊くん納車されてから2ヶ月ぐらいで、経ってから行きましたね。いやーよく行ったなバイクでしかもまだ多分その時って骨折が治ってから全然日が経ってない時だったんで、結構ね結構負担かかってたかもしれないよく行ったな。それでも多分最長距離走ったんじゃないかな今までのマイバイクで。そりゃそうだね、2年間乗ったんだからいやでもその2年間乗った中でなんかこの不具合とかなんかありましたかっていう、質問は来てませんけども来てませんけど、あえて言わせてもらうと、自分でなんかこう立ちこけしちゃったとか、自分でやらかしちゃった系で、赤男爵様にお世話になったこと以外の不具合ってないんですよね。ないんですよ、すごいですよね。しかもこの年式よりも明らかに新しめの GSX-R1000 に乗られているフォロワーさんのそのジスペケクの方が、これ名前は出せるわけにはいかないけど、多分これ動画見てたら、あ俺のことだって言って思ってかもしれないな、そうです、あなたですあなたのジスペケ君です、しょっちゅうツイートで入院しました入院しましたってツイートされてますけども、それ私のロクダボよりも、ね、こういう風にねサンデードライバーねいるんですよね。気をつけないと。まあその、ジスペケ君よりも新しい、あジスペケ君よりも古いであろうこのロクダボ君の方が調子がいいってどういうこと？どういうこと？まあでもやっぱりバイクって縁ですよね、ご縁ですよね。当たり外れやっぱり大きいですよね、やっぱ中古車だからね。でもその中で去年か一昨年ぐらいにパワー二輪換算でパワーチェックをして、そのグラフをバイクに詳しい方に見せたら、非常にいいエンジンだともお墨付きをいただきましたし、私は、当たりバイクに、当たったなって実感してます。エンジンも今まで、なんか不調出たこともありませんし、まあ、やっぱねこの年式が年式なんで、2003年の年式なんで、消耗品もそうですけども、まあ、随所随所で、まあ、ボルトの部分がちょっとこう錆が出てたりとか、あとはプラスチックのクリップみたいなのが劣化して折れちゃったりとか、まあ、そういうのはまあしょうがないんで、まあ、それはまあパーツね二輪換算とかで買って変えれば新しくなったからいいんですけど、内面的な部分内部的な部分に関しては全然不具合ないですね。すっごいエンジン元気ですし、バリバリサーキットも走ってますし、バリバリ高速も走ってますし、バリバリ長距離も走りましたし、なのでこの2年間乗って不満ってないですね。不満ないっす不満ないけども、あえて言うならシートが硬すぎてお尻が痛いんですよね。これ未だに痛いです。ギルザブ一時期つけてたんですけど、ギルザブって夏場につけると
なんかね、熱をものすごく吸収しちゃって、なんかぐにゃぐにゃになっちゃってるっていうか、暑いし、あのやっぱりジェルだからかな、熱吸収して暑いしぐにゃぐにゃするし気持ち悪いしでやめました、はい。でさらにただでさえシート高高いのに、さらにシート高が高くなっちゃって、足つきもあれだったんでやめました。でつい最近ですね、とうとうですね、シートの座面の革がですね、亀裂が入ったというよりかは破りました。で、まあやっぱりトミン通い始めて、トミン右コーナーばっかりなんで、右側にお尻をずらすことが多かったんで、右側の方のあたりが破れました。もともとまあやっぱりね、年式も年式ですし、まあ買った時からちょっと若干あの、まあ革のあたりがね、なんか危なそうだなと思ってたら、まあ案の定でしたね。でもまあ2年まあよく持ったな。で、まあ、これはあのフォロワーさんとかが、あの張り替えしてる業者さんとかをいろいろ教えてくれてたんで、今度行ってみようかな。2年間無事に乗り続けることができたこのロクダブ君、不満もなけりゃ、なんか普通のバイクに乗り換える気も起きないぐらい、とにかくいいバイクでした。はい。多分去年か一昨年ぐらいの明けおめ動画の時に、どうしようかな、買っちゃおうかな、どうしようかなって迷ってる人いたら買っちゃってくださいって言ったと思うんですけど、まだまだ言えます、買っちゃってください。迷ってたら買って、本当に本当にいいから買って。でもう多分もうあと5年ぐらいは乗れたら乗りたい、あの、まあ、5年あんで5年って思ったと思うんですけど、まあその間に、まあ、やっぱりどっかしら故障はやっぱり出てくるとは思うんですけど、まあ、それでもずっと乗り続けたいなっていう気にさせてくれる、バイクです。私はこの CBR600WR PG37 前期が大好きです。これが言いたかった。で、バイクこれから買おうかなっていう、まあ、あのバイク免許取って、これから初めてのバイバイク、マイバイク買おうかなっていう人、もう本当にねこれだけは言いたい、もう自分がかっこいいなこれと思ったバイク選んでください。で、もう店員さんとかにいろいろ質問しちゃってください。でもし OK だったらエンジンとかもかけちゃってもらってください。でやっぱりね、やっぱりかっこいいバイクじゃないと乗る気にならないですね、うん、好きになれないですもん。自分もこの形、このスパルタンでこのかっこいい、どんだけバカなんだろう。このかっこいいロクダボに惚れて選びましたから、もうかっこいいバイクを選んで絶対間違いないです、間違いないです。一本撮りなんでいろいろミステイクしています。2年間、まあ、乗り続けられた、一つの要因でもあるのかな、それは。飽きてないもん。飽きてないもん、全然。全然飽きてないから。今ね、いろいろなかっこいいバイクとかいろいろ出てますし、電子制御、ね、モリモリのバイクとか出てますけど、全然興味ないです。このロクダボ君で、非常に満足しちゃってます。なので、2年間と言わずこれからももっと乗りたいバイクです。まあ、再来月、車検通してから、言うの忘れてた、マフラーをですね TSR のマフラーつけてたんですけど、純正に戻しました。なんでかって、うるさすぎて耳が痛かったから。それもあるし、若干ですね、これ個人的なあれなんですけど、若干ね、もしかしたら軽度の難聴になり始めてるかもしれない。
地引き屋さんでねちょっと言われちゃった系なんですよね。なのであの純正に戻しました。なので多分今日の動画見た人あれと思った人いたらあなた素晴らしい。あの純正に戻してちょっと静かになってますけど、まあ、戻す気はありません。あの TSR のマフラーは売ります。まあ欲しい方いたら連絡ください、ツイッターの方に。で、まあ、まとめようそろそろ。まとめよう、もう二輪間ついちゃうからまとめよう。2年間、無事に乗り継ぐことができた、ロクダボ君、これからもですね乗り続けますので、この、ヒロピーチャンネルとロクダボ君をどうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、そうそう時間も時間なんで締めたいと思います。2年間乗って不満何もないです。買いたいなと思ってる人は買ってください。では、また次の動画、令和になったらお会いしましょう。またね、バイバイ。